あともう一個やっぱり飛ばし関係で質問が多いのが、ため、ダンシングのためができずにほどけちゃうんですっていうご質問多いですよね、はい、すごい鋭角に置いてきてるんですよね、はいはい、強烈なためみたいな感じですよね、はいはい、じゃあ今度はこれはどうですか、正面から見たとき、これこれなんかほどけちゃってるように見えませんかね、はいはい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。みなさんこんにちは、部長のリーです。小瀬です。はい、ということで女子でも300ヤードプロジェクト、今日のね、はい、これも3本目の動画ですかね、はい、頑張って練習していきましょう、はい、いきましょう、はい、あれそういえば3本目であれなんですけど、はい、プロドラゴンツアー先日行われた宮城大会で部長、はい、なんと、はい、優勝されましたよね。おめでとうございます。はい、はい、素晴らしい、この怪我した状態でしかも、はい、なんかね、多分優勝できると思ってなかったんで、はい、直前で左手首痛めちゃったから、はい、本当出れるかどうかっていうところも当日までね、はい、朝まで迷ってましたよ、ね、そう、朝球打って打てたら出ようかみたいな、はい、打てなかったらもう、はい、欠場しようぐらいに考えてたので、はい、まあ、無欲だといいってことですけど、無欲メンタルが最初から優勝しないとっていうなんか思いが一切ないじゃないですか、とりあえず出て打てればいいやぐらいに思ってるから、はあ、ノンプレッシャーだから、はあ、もうなんか伸び伸びとできちゃった、伸び伸びとね。でもすごいもう気合いの入ったいい振りだったと思います。、はあ、そう、予選はもう完全にプロの人たちばっかりしかいないし、はあ、もう超バント、あ、バント、もう足ピョン、いつもだと足ピョンってなるのが、はあ、もうこれぐらいだったから、はあ、もう足もね、はあ、でも飛んでましたよね、軽く気に入って、はあ、そうなんですよ、飛んでたんですよね、そう、はあ、だからね、まあ、あんまり言うとまあ、一部の人からもうすでに言われてるけど、はい、足ピョンはもう完全にデモンストレーションだろう、はい、あれあの一気にはあれはもう意識的に言ったらやってるだけだろうって、ね、まあ、言われたりしてるんですけど、まあ、半ばそれは嘘ではなくて、はい、ね、やっぱドラゴンだから不思議感があって、はい、ネット目ですからやっぱり、まあ、そうですよね、私といえば満振りして全力でピョンして打って、はい、打ってところでね、皆さんに知っていただいたっていうのもあるん で、 で、ね、まあ、トレードマークみたいな感じなんでやってますけど、でもまあこの動画の中でもね言ってるんですけど、要は右側でスピード上がれば飛ぶんですよ、だからそんな、はい、ギャンみたいな、うわーとか、うわーとかなくても、ギャッてってこうしてれば、十分飛んじゃう、はい、飛んじゃうんです、はいはい、まあ、それをね、何回か前の動画とかで、はい、右側でカルクピューって言ってもヘッドスピード出ますよってやってきてるんで、はい、まさにね、逆にそれを証明できた、うん、なるほど、試合だと、ちゃんとね、公式の試合の場で、はい、で軽く振ってちゃんと、そうですよね、取りましたっていうのを証明できたので、はい、はい、よかったかなと思います、はいはいはい、でもね、本当に応援してくださった皆さんのおかげで、そうですね、はい、こうやってね、はい、また優勝できました、いい ご報告ができて、そう、はい、嬉しいですね、はい、しかも今ランキング1位ですよね。あ、そうなんですよ、はい、しかも、はい、一応今回なんか2シーズンね、はい、コロナがあったんで、はい、2020と21年がもう合算した2年のシーズンだったんですけど、うん、はい、それの開幕戦で優勝して1位になってから、はいはい、今のところね、誰にも1位を譲らずに1位をキープできているということ、はい、素晴らしいですね、はい、あとね、1試合もまだありますね、はい、だいぶ差はあるんですよね、2位との差が、そうですよね、はい、なので、はい、まあ、もうよっぽどのこと考えてれば1位をね、はい、取れそうなので、それも良かったなと、はい、なんかホッとしてます、はい、はい、本当にいつも応援ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ということで、まあ、その余談はちょっともう置いておいて、本題の、はい、レッスンのね、はい、話をしていきたいなと思うんですけれども、はい、何の話しようと思ったら何の話してるんですか。
忘れちゃったんですけれども、はい、はい、ということで、はい、本題をここからお話していきたいと思うんですけれども、はい、よくね、はい、ご質問いただくのが、うん、まあ、この間お話した左肘リバースの左引っかかっちゃうみたいなご質問も多いんですけれども、はい、あともう一個やっぱり飛ばし関係で質問が多いのが、ためダンシングのためができずにほどけちゃうんですっていうご質問多いですよね、はい、なので今日はねそれについてもちょっとご説明していきたいなと思うんですけれども、はいはい、ためって言った時にまずそもそもね、はい、ためって何なんだろうっていう話なんですよ、はいはい、ですごく溜まって降りてきてる人と、うん、はい、なんかコックがほどけて降りちゃってる人と、はい、なんかこう分かれるって言った時に、はい、皆さんは何を持ってためができてるかどうかって判断するか、はい、おそらく動画を撮って自分のスイングを見た時に、はい、あ、ためできてないな、早くにほどけちゃってるなとか気にされてるんじゃないかなと思うんですよ、はい、でまずちょっと一つ目のポイントとして、はい、ちょっとね、今から私2つのパターンをやってみたいと思います、はい、ためのね、話で、はい、じゃあちょっとクラブを、はい、強烈なためみたいな感じですよね、はいはい、じゃあ今度はこれはどうですか、正面から見た時、これ、うん、これなんかほどけちゃってるように見えませんかね、はいはい、じゃあこれはどうですか、これすごいためじゃないですか、溜まってる、これ溜まってますよね、はい、これほどけてます、はい、これ溜まってますよね、はい、これほどけてます、ね、これ何をやってるかっていうと、はい、横から見てもらうと、うん、これが溜まってた状態なんです、はい、それに対して溜めがないって見えたのは、うん、これなんです、あ、こうかこうか、はい、これ実はカメラの一種トリック的な部分というか、はい、カメラ写りの問題だったりもするんですけど、はい、カメラというか目の錯覚的な、はい、要は今私この手首のここの角度両方とも90度キープしたまんまだったんです、はい、でもシャフトはこういう風に寝て、はい、角度がこう立たずに横になって斜め45度ぐらいにしてあげると、まあ、よく私背骨とシャフト直角って言いますけどね、はい、この状態にすると溜まってるように見えるんですよ、はい、で同じ90度なんですけど、はい、こういう風に立てますよね、ダンシングで、はい、とこっちから見ると溜まってないように見えるんですよ、ほどけてるように、はい、だからまず一つは、はい、溜まってるように見えてる人っていうのはみんなクラブが立って降りてきてないってことです。要はシャフトが横に寝て降りてきてる人っていうのは正面から映像を撮った時にものすごいためがあるように見えるんです、うん、もうこれ実際もそうだしカメラもそうだし、はい、目の錯覚なんで、どうやってもねこうやって立って降りてくる人っていうのは、はい、よっぽど手首が柔らかかったり、はい、変な風にこうやって緩めてね、こうやって緩めて下ろさない限り、はい、手首って大体90度ぐらいしか曲がんないでしょ。あ、そうですよね。だからそんな鋭角に降りようがないから、立って降りてきちゃってる人っていうのは、ためがないように見えてるだけなんで、はい、だから何が言いたいかっていうと、はい、まず一つとして、プロゴルファーとかでものすごいためができてる人っていうのはシャフトがこうやって立って降りてくるんじゃなく横に、ね、斜め45度ぐらい背骨と直角ぐらいに横から触れてるっていう証拠なんですよっていうことですね。今見てる視聴者さんの中に正面から撮った時にどうしても立ってた、ためがないように自分見えるっていう方はそもそもアウトサイドから降りてたりとかクラブが立って降りてる可能性がありますよと。これがねまず一つ目のための真実って私が言ってるんですけど、はい、
ということで、はいはい、まずそもそもね、タメができるできないって悩まれてる方は、うんうんはい、そもそもその手首の角度みたいなね、そのコップがほどけてるほどけてないとかっていう話以前に、うん、スイングのこのねシャフトのこの角度、ね、角度が自分どうなってるのかっていうのをチェックしてみるといいと思います、うん、で実際に鏡の前でこうやって見てね、うん、寝かせてみるとおすごいかすごいでこうやって起こしてみるとためないっていうのが一目瞭然で分かるのでまずはそこをチェックしてみてください鏡の前で見てみればいいですねそう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 でもちろん、うんまあ、今のは、はいまあ、ベースとなる話であって、はい、本当にほどけちゃってる人とかもいるわけですよね、うんはい、でそういう人たちっていうのはどういう意識を持ったらそのためがもっともっとこうほどけずに作れるのかっていう話は、はい、この次の動画でお話していきたいと思います、はい、まずは今のね仕組み、はい、寝て降りてくるとためができてるように見えるよと、はい、立って降りてくるとためがないように見えちゃうっていう、これもね、はい、ご理解いただきたいなと、はい、まずは、はい、いう話でした、はいはい、じゃあ次の動画で、はい、どうやったら、ね、コップを届かず、はい、ためができるキープできるのか、はい、そこをお話していきたいと思います、はいはい。